不小説。モダン日本昭和12年4月増刊号に掲載された、いわゆるディストピアを題材にした小説である。独裁政権が科学技術によって国民の人間性を奪う様を中心に描きながら性転換や人造人間のもたらす可能性をも示す。独裁者、ミルキが支配するミルキ国では、 国民にマインドコントロールの効果がある音楽を聴く、音楽欲を義務づけることによって国家を統治していた。音楽欲はある、種の覚醒剤のような効果があり、一時的に国民の集中力、労働力が向上するが国民を疲弊させる恐れがあるため、音楽欲の技術を開発した科学者、琥珀によって1日に18時から30分のみと制限されていた。 ある日、琥珀は、ミルキ夫人との不義の嫌疑をかけられ、夫人と共に処刑されてしまう。その後、琥珀の研究所を調査していたミルキは、研究所で琥珀の開発した、美少女アンドロイド、アネットを発見し、その美しさに心を奪われる。ミルキと不倫関係にあった、女性大臣アサリは、アネットにうつつつを抜かすミルキを、ある手段を用いて服従させることに成功し、 国力増強のために、18時の音楽浴を24、24時間、継続させることを決める。時を、同じくして、火星人の軍団が、ミルキ国に進行してきた。アサリは即座に、国防軍に迎撃を指示するが、継続的な音楽浴によって、軍人をはじめとして、国民全員が、精神に不調をきたしており、ミルキ国はなす術もなく、窮地に追い込まれる。 アサリはさらに音楽欲を増強することで事態の解決を図ろうとするが、疲労しきった国民は次々と倒れていく。ミルキとアサリも音楽の影響によって倒れ、万事急須と思われた時、死んだはずの琥珀博士と、博士が密かに開発していたアネットに、そっくりな美少女アンドロイドの集団が現れ、火星人の舞台と交戦する。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。18時の音楽浴漆国のアネットに関するカテゴリー。ありがとうございます。